あ、皆さんに大事なお知らせがあります。なんとですね、あの大物の祭典 YouTube ファンフェスに出ます。あれ、俺ね、あ、電話ちゃんと出ますよ。やんな、そうやな。ということでね、俺も出るらしい。正直ね、なんかもう小物を言い張れなくなってきましたね。ちょっともう逆にな、逆にちょっともう普通です。もう僕らは普通の YouTuber になりました。ということで、多分今無料募集期間中なんで、まあよかったら東京のね、幕張メッセですよ。幕張メッセ、メッセ、俺、いや、幕張リオネルですよ。あー、メッシな、それ幕張メッシです。メッシ、幕張メッシ。だから俺マジで握手会とかでしか行ったことないで。リオネル・オブ・幕張だから、ほんま今まで俺らがさ、そこにさ、行く側やったやん。行く側やった。ほんまに招待する側なんや。俺はね、アイドルマスターのライブ横浜アリーナ行ったことあるんですけどね。マジっすか。ありますよ、アイドルマスター。マジで、なんでそんなん俺7年も一緒に行ってし初めて聞いた、初めて聞いたんやけど。僕あれですよ、 NBA 見にロサンゼルス行ったことありますよ。やばいや、確かにその格好で言うのは正しい。その格好で言うと説得力上がってるから。なるほど。ということでね、ついに僕らもそういうステージに立てていただけるということで、正直ね、正直なんか僕の仲いい人たちって、ね、僕、プラマイ、パオちゃんだったり、ゆきりぬちゃんとかね、北内さんだったりとか、まあ、僕の近いところらへんの人と仲良かったんですけど、でちょっと上に上すぎて、皆さんが本当にちょっとね、本当に先輩しかいないんで、基本的には。で、まあ、あとは、まあ、バツの人とはね、ちょいちょいツイッター上で面識とかあるんですけど、まあ、会うのは初めてで、人見知り発動しそうなんですけども、これいかにね、でもやっぱマウント取るかね、結局これさ。ほんま、このクラスとかのさ、初めの友達の状態って、確かにそう、一番初めあれさ、言うたらみんな不安なわけじゃないですか、うん、友達おらん、みんなレベル1で、うん、モンスターも持ってへん状態、スラボーも。え、でも俺ら以外さ、さっきなんかミクシーとかで繋がってるやん。あー、それ俺ら以外さ、今のうちに、ツイッターで、そう、ほんまそうや、ツイッターで今のうちに交流深めとくか。いや、だって今のうちにちょっと初めて社長に、よう、え、当日何持ってけばいいかな。よくある、入学式何持ってけばいいかなみたいな。あるあるある。かなりちょっとアウェイというかね、本当に大物の人しかいないんで、まあ、緊張するんですけども、大丈夫か、まあ、正直出番もそんなね、100万人の人たちを祝うみたいな、うん、まあ、それで言ったら、まあ、カリブラさんとか、まあ、アバンティーズ、マスオさん、まあまあその辺の大手の方たち、たくさん、結構2018年は100万人いった人が結構多い年になったと思うんで、まあ、たくさん、まあ、割とたくさんいるっていうのは、逆にまあ、そんだけね、不安に思ってる人がそんだけ多いってことなんで、まあ、マウントは取りやすい状況にあると。逆に、まあ、ちょっと大物ぶって声デカめでいきたいなと思います。え、それはなんかあれな、声が場を支配するよ、結局。5分ぐらいステージ出るっていう感じだったっけ。でもほんまにどんな感じかは分かんないですけど、でもマジで、でも100万人突破、まあ、メインではないんで、あくまでね。まあ、そうやな、あるほど。骨折れるで、ほんま。てかもう今の顔、今の結構だいぶ罠やった、だいぶ罠やった、だいぶ罠やった。今多分本人怖かったやろな。12月11日か12か、俺らが出るのは12やった気するな、確か。まあよかったら来てくださいということで、まあ会場規模も6500人ぐらいで、そのUFESよりも多分大きいあれなんで、強っ。うん、まあぜひぜひ一瞬ですけども、よかったら来てください。というわけで、チャンネル登録ほんまよろしくな。ファンフェス楽しもうぜ。